どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANAJCB クレジットカードお帰りなさいキャンペーン解説ということで動画でやっていきたいなと思います。ということで今回のキャンペーンですね、一応対象者限定になっておりますけども、公式サイトありますんで概要欄にね一応載せておきますので、気になる方はねチェックしていただければなと思うんですけども、メールが来てない方はね今回こちら対象外っていう風になりますんで、一応ね載せておきますけども、この点はねご注意ください。でこのキャンペーンなんですけども、申し込み期限はですね2022年の10月の31日までということで、この動画が出ているのが10月の27日ということで、あと4日間ぐらいしかねありませんので、もしねあのキャンペーン案内ね来ている方はですね、ぜひね申し込みねしていただければななんていうふうに思います。で今回のキャンペーンなんですけども、 ANAJCB お帰りなさいキャンペーンということで、以前 JCB カードを持っている方がですね今回対象なのかななんていうふうに思ってるんですけども、私はですねタイミング悪く ANA のスーパーフライヤーズカードを JCB に移したのがですね、このキャンペーン始まるちょっと前ぐらいだったんですよね。ですので私はね対象外っていうふうになるわけなんですけども、もしね来ている方ねいらっしゃらないか、メールねぜひチェックしていただければなと思うんですけども、まずねキャンペーンの詳細で一つ目の特典ですね、初年度年会費キャッシュバックっていうふうになります。すごいですよね。こちらね見ていただければなと思うんですけども、なんとゴールドカードもプレミアムカードもこちらね初年度年会費全額キャッシュバックキャンペーンなんですよね。いやーすごいですよね。いやプレミアムカード年会費7万7000円ですからね、すごいですよね。これが初年度年会費無料でね今回キャンペーン来ている方は利用することができるっていう風になるんですよね。まあもちろんねプラチナプレミアムカードっていう風になりますんで、まあある程度ね収入がある方限定にはなりますけども、もしね私行けそうだなって思われる方でこの案内来てる方はですね、ぜひね乗っていただければなと思います。ちょっと自信ない方はですねゴールドカードとかねワイドカードとかでもいいと思うんですけども、まあできればねプラチナプレミアムカードであればですね、 ANA のね国内線のラウンジとかもね持っているだけで入ることができますんで、かなりいいですよね。で2つ目のね特典ですね、こちら利用額の 20% キャッシュバックです。やばくないですか初年度年会費無料でさらにね利用額の 20% ねキャッシュバックっていう風になりまして、ゴールドカードとプレミアムカードはですね、最大3万円までっていう風になりますんで、 20% の3万円っていう風になりますんで、対象支払い金額は15万円のお買い物までこちらね、利用して、3万円ねキャッシュバックを受けることができるっていう風になりまして、またね一般カードとかねワイドカードであれば最大1万円のねキャッシュバックが受けることができます。こちらも 20% なんで 20% の最大が1万円なんで、5万円までのお買い物で1万円ねキャッシュバックが受けられるっていった形になるんですよね。いやーすごいですよねこのキャンペーン。でこのキャンペーンですね9月ぐらいからね始まっているキャンペーンという風になりまして、利用期間はですね12月15日までっていう風になりますんで、まあ今から発行していただくとねだいたい1ヶ月ぐらいにしかねあの期間がないわけなんですけども、まあゴールドプレミアムの方はですね15万円利用していただいたら、まあ3万円ねキャッシュバック受けられるっていう風になりますんで、 iPhone とかね MacBook とかもね3万円引きで買えるみたいなね、まあそんな感じで利用できるっていう風になりますんで、これはねかなりおすすめっていった形になります。で次にね3つ目なんですけども、 ANA のクレジットカードって入会すると入会ボーナスもらえますよね。で今回のキャンペーンは初年度年会費無料になるじゃないですか。ですのでまあこういった場合ねこのマイルって基本的にまあもらえないのが普通っていう風になるわけなんですけども、なんと特典3つ目で入会ボーナスのマイルもらえます。やばくないですかということなんで、プレミアムカードであればですね初年度年会費無料で、しかも15万円使うと3万円割引になって入会で1万マイルももらえるっていうねすごいですよね。いやこれはねめちゃくちゃいいですね。いやこのキャンペーンね利用したかったですね。私もねあのANA のねスーパーフライヤーズね JCB に移してますんで、まあ、これでね入会できればねめちゃくちゃ良かったんですけども、私はねちょっとタイミングがね悪かったっていうところなんですよね。で4つ目ですね、今回ねこのキャンペーンで決済修行のねキャンペーンも一緒にね行われるっていう風になりまして、こちらねエントリー必須っていう風になりますんで、もしね利用される方は概要欄にね公式サイト載せておきますんで、確実にエントリーねしてからね利用していただければなと思うんですけども、こういった感じでですね
10万円以上利用していただくと1500マイル相当、30万円利用していただくと4500マイル相当、60万円利用すると9000マイル相当、100万円で1万5000マイル、150万円で2万4000マイル相当ということで、で、この150万円以上使うと2万4000マイルっていうのはゴールドとプレミアムカードのみっていう風になっておりまして、一般カードの場合はですね、100万円以上1万5000マイル。これがね、限界っていう風になるわけなんですけども、ゴールドカード、プレミアムカードね、発行される方で、利用ね、できる方はですね、150万円以上利用していただければ、2万4000マイル相当のね、オキドキポイントをもらうことができるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。で、このキャンペーンね、7月からね、8月って始まってたみたいで、ちょっとね、期間が短いんですけども、利用期間はですね、7月1日から2023年の1月31日までっていう風になりますんで、ちょっと期間はね、短いんですけども、いや、こちらもね、かなりおすすめっていった形になります。ちなみにこのね、ポイント付与自体はですね、2023年の3月下旬っていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ね、 ANA JCB クレジットカードのお帰りなさいキャンペーンということで、ちょっとね、簡単な動画になってしまったんですけども、いや、めちゃくちゃお得ですよね。いやー、本当にね、このキャンペーンね、めちゃくちゃ欲しかったです。ぜひね、今回のキャンペーンね、何度も言いますけども、対象者限定のキャンペーンで、メールで案内来てる方ね、限定になりますんで、ぜひね、メールね、チェックしていただいて、こちらのね、ANA JCB お買いなさいキャンペーンね、来てないか、チェックね、していただければなと思います。いやー、これね、来てる方、めちゃくちゃ羨ましいです。JCB のキャンペーンって、まあ、この決済系のね、キャンペーンもあるんですけども、リボ払いがね、絡んでるキャンペーンが非常に多いんですけども、今回のキャンペーンは本当に発行していただいて、利用していただいて、まあ、マイルもらえたりね、割引が受けられたりみたいな、まあ、そういった感じのね、キャンペーンになりますんで、かなりおすすめっていった形になります。ぜひね、メールチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。